エブルーは、フランス北西部、ノルマンディ地域圏のコミューンである、ブール圏の県庁所在地、カトリックの司教座が置かれ、ゴシック建築のエブルー大聖堂がある。古代、エブルーは、メディオラナムオーラーコラムの名で呼ばれていた。ガリア系のエブロイス族がここに、本拠地を置き、紀元前1世紀に定住地を建設したのである。ローマ帝国時代初期には、ガロローマの人々は、 ローマ神話の神を称え、現在のコミューン郊外に、偽作無神殿を建設した。ルーアンシャルトール館、パリエブルー館の交易路の間にあった町は、貿易で繁栄した。劇場やフォルム、浴場といった公共の建物が建てられた。ネクロポリスからは、火器が発見され、碑文からは、ガロローマ時代からエブルーに、織物産業が存在したことを示している。万族の信仰が、 相次いだ三世期末には、現在コミューン博物館で保存されているような城壁で町は覆われていた。エブルー初代主教は、聖ランである。989年にエブルー伯領が、そして主教座が置かれた。892年には、ノルマン人に占領され、962年には、西フランク王、ロテールに荒らされた。 1120年には、イングランド王ヘンリー一世に略奪され、1194年には、フランス王フィリップ二世に火を放たれた。イングランド貴族、デバルー家の加盟は、エブルーにちなんでいる。14世紀から15世紀初めにかけて、カペー家の分子エブルー家が栄えた。エブルー家の着景は1400年のエタンプ博、ルイの死で断絶したが、フィリップ・デブルーと、 ナバラジョー・フアナ2世の結婚により、ナバラ王国の王家となった、エブルー・ナバール家は1441年まで存続した。百年戦争中の1418年、イングランド王ヘンリー5世によりエブルーは占領された。フランスの主権下に復帰したのは1440年であった。ありがとうございます。